はいどうもピョキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースカーボスドリームイットランドカッコトロールということで、カービィの夢の島ということでしょうか。で説明文にですね、カービィの友達リックは言った、バグ行為からあなたを手に入れるでしょうと。という頃このコースバグを使ったトロールコースなんじゃないんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.41%。 でリックって知ってる方いるかな。確か星のカービィ3で出てきたキャラクターなんだけど、カービィがリックに乗って冒険できるんだよね。いやすごい可愛いのあのハムスター。じゃあここ左って書いてるね。左はなんかあるんでしょうか。なんもないね。じゃあここ滑っていくよ。なんか出るんじゃないのか。急に魚とかさ、まだ僕心の準備ができてないよ。水中で急に速くなったけど、じゃあここはすぐにキノコは取らせてくんないか。いやでもキノコは取ることが罠だと。快楽スローロー。じゃあここは早めにキノコを通ってリフトと一緒に下に降りると、そうしたらツララがかわせるっていう感じだね。じゃあここは下に行けばいいのか。どっちなんだ。上が罠っていう可能性もあるよ。なんで下に行きたいと思います。何もないですわ。絶対あのスネオなんかしてくる。頼むよスネオくん、今日は信用するよ。お願いする。スネオー。そういや今更なんだけど、スプラトゥーン3が出たよね。いやスプラトゥーン3って結構画面用意する人多くない？いや僕もその一人でさ、画面がぐるぐる動いちゃうのゲーム、まあもちろんゲーム実況もできないんだよね。もうちょっとごめんね、汚くなるかもしんないけど戻しそうになっちゃって。ちょっとあなたが戻りなさい。ねえそんなじわじわ来るのやめてよ。もうちょっと来るなら早く手を向けるぜ。マリメをやってる方の寿命のためにも早くマリオメーカー3が出てほしいね。じゃあここ取った瞬間左で間に合う？やっぱ間に合わないよね。取ったらいけないんかな、ピンクコインって。じゃあ取らないでオンオフをした瞬間すぐ左に行って、すぐにあのハテナを叩く。取ったって頭ばっか。何もするなと、そういうことですね。それじゃあ一旦この場所で待っておきましょう。いや一旦ハテナを叩いてここに逃げておけばいいのか。そんで P スイッチを踏んでドアに入る。一旦 P スイッチがなくなって行ってみる。多分それが正解だよ。 P スイッチの音がなくなってこの扉に入りたいと思います。さあどうなる。完全に裏の裏を読まれたね。でも僕見えたんですよ、下に中間ポイントがあったということ。え、こんなに優しい中間ポイントの取らせ方ある？過去にいくつもあったよ。そしてここはね、ピンコインコースなんだけど入り口がいっぱいあると思ったらないね。これはキノコ。え、キノコ取っていっていいの？多分このキノコ罠なんじゃない？全然優しい。今日マジで優しいね。夢の島、この豚野郎が。で僕気になったんだけど、この右側なんだろうね。一旦行ってみる。ここ行ったら何があるんだろうね。あーまあ面白い面白い、そう言っとこう。それじゃあ気を取り直していこうか。でこの先の隠しブロックは叩いたらいけないっていう。さっきと違うやんか。やばいね、忙しくなってきた。でもその分楽しくなってきたね。さすが夢の島といったところでしょうか。でもこのコースでマリオは何度夢を見させられてるかわからないね。お前も夢見てろ。僕ねダッシュボタンを押す癖がついちゃってるんだけど、ダッシュボタンを押し続けてたら上に連れて行かれたね。っていうかね、マリメをやってたらほとんどの人がダッシュボタンを押しながらやるんじゃないかな、このマリメって。さあ次はどんな夢を見させてくれるのか。右か左か2分の1だな。左の矢印を信用してみるか。今日は矢印信用していい日だったね。見てこの回避能力。たまたまだね、今なんか喉に詰まってます。すいませんね変な声で。まあいつも変な声なんですけど。じゃあここはピーを叩いてすぐ右行く。なんか女動いたよ。やっぱ先進めないね。助けてエンジェルピー様。僕もですね、イケボっていうジャンルに生まれたかったですよ、できるものならば。こんな言い訳わかんないゲスボじゃないでさ、もういい声の人なんかクソくらえよ。まあでもこんなこと言ってたら意外とね、コメントでピヨキングさんもいい声ですよって言ってくれる方がいるんだけど、まあ大丈夫、そんなコメントしなくても分かってるから。え、っていうかここどうやって行けばいいんだろう。下に行くしかない感じ。え、積んでる、もしかして。あ、なんか行け、なんか行けた。どうすればいいんだろうね。あ、パンを上に投げろってことかな。ここでパンを上に投げることによって砲台って移動してくれるのかな。うわ、移動する。
そういや僕思うんだけど、真面目にゲームのことだけを実況する人とさ、結構雑談を入れる人っているじゃん。でその雑談しながらゲーム実況する人ってさ、本当にすごいと思わない？いやずっとよ、ずっとそういう人間になりたいなとは思いますね。じゃあここは一旦ジャンプ、え、これどうやって行くんだろう。意味が分かんないよ。ここの土管に入ってもう一回戻れっていうことなんかな。いやでもこれ戻れんくない？この土管さ、あ、隠しブロックある。じゃあここでパウを持って戻るのが正解みたいな、多分そんな感じだよ。そしてこっからここからどうすんの？え、マジでわかんないんだけど。あ、パウ発動したらこのまま右に行けると。あ、わかったわかった。で、この B が鳴ってる間に早くさっきの中間ポイントの場所まで行けと、そういうこと。何その中途半端なやつ。ねえ、さっきの話が違うじゃねえか。え、これ下行ったら実は正解みたいな。やべえよこれ。ねえ、しかもこれやられへんやんか。どうしてくれんの。我慢消しました。これさ、別に急がなくてもよかったね。ずっとピースイッチが鳴ってるシステムになってるっぽい。なんでここでしっかりとまっすぐ上に投げて、すぐ上に行けばいいと。忘れたかだー。何を忘れたかだって。さあ、無事中間ポイントが取れて、この先ですね、この先はゴールドミン。さあ、気を引き締めていきましょう。どんな夢を見させてくれるんでしょうかね。またここはすぐジャンプ。いや、これは、いや全然いい全然いい。そして上の1キャップ取っていいのかな。なんか怪しくない？上の1キャップ取ってみます。これキノコなんじゃ。絶対こっち違う。ねえ、違うでしょ。いや、なにここ。やるならやらせてくれよ。自分からやられるパターンですか。でも僕はヨッシーと常に運命共同体。さあ行きましょう、ヨシコ。いや、久しぶりにヨシコと出会えてよかったね。じゃあここは上に行ったらダメっていうことなんで、このハテナを叩いてみます。そしたらどうなるんだろうね。え、これふざけたまま作りやがって。もう分かりました。ここはオンオフをする。そしてこの鉄球に乗って右に進む。そしてバネから跳ね返ってきた鉄球をかわせば土管に進めると、そういうことですね。さあ、ここは50コインは信用していいんでしょうか。今まで数々50コイン信用してもいいことがなかった。でも今日は信用して、ブラッパ。何すんだよブラッパ。これ乗ったらブラッパが出てくるっていうシステム、面白いじゃねえか。でもキノコが取ることが実は不正解だったみたいな。ほら、あっつ。で、みんな気づいたかな、この左のイラスト。カービィにあんな木のボス出てこなかった。名前ウィスパーだったっけ。多分違うと思うんだけど。ここは投げたらいけないよ。パワーブロック一旦置いておこう。そしてハテナを叩いてすぐ上に行く。これでいいんじゃら。ここでパワーブロックを使うのね。パワーブロック一旦置いておこう。出ちゃったけど。まあいいや、多分いらないと思う。じゃあここは50コインを信用していいのか。50コインを信用したいと思います。何もないね。50コイン。いや、今のは50コインは悪くない。そして僕も悪くない。じゃあ誰が悪いのかと言ったら、すべて50コイン。どうも50コイン系 YouTuber です。さあ、ここは何て書いてた。50コイン YouTuber ですとか言ってたら上の文字見忘れました。メニー、ハウメニーインラストルーム。あ、次で最後の部屋っていうことなんじゃないかな。右か左か、完全に2分の1だね。奥の方信用していこうか。いや、僕思うんですよ。左も入れなかったらどうしようって。頼む、入らせて。よしよしよし。さっきじゃあ完全にスネを頼む、お願いします。スネ、スネちゃんは、あー、なんかいろいろだな。早くじゃあ B 風船取って。 B 風船取れないで、このまま右にレッドしていこうか。そんなの分かるか。ここを抜けるとゴールがあると僕はそう確信しています。なんで全てを無視してこの右のバーの方まで走っていってすぐ上の方に入る。ボキャーン。いや、ボキャーンでよかったかもしんない。ここの右開くってことはさ、ゴールがあるみたい。ほらね、天国へのゴールが。じゃあここは一旦パワーブロックを発動させて、キノコ状態のまんまだったらゴールできるでしょ。一回当たってもいいもんね。あえてピンコインを取ってみる。マジ。の要素って僕はあの木のイラストぐらいしか分からなかったんだけど、すごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それ
それじゃあ次のコースは一発マリオ 10S クッパクラウンでそり立つ壁ということで、説明文にね隠しブロックはありませんって書いてるんだよね。ということはよ、クッパクラウンに乗ってゴールのところまで行けばいいだけと思うんだけど、意外とクリア率が低いのよこのコース。まあでもね、正直なことを言います、コスパいいこのコースサムネ映えもするし、激ムズっていうわけでもないし、簡単っていうわけでもない、なんと素晴らしいコスパの良さなんでしょうかすいません、黒い部分が出てしまいました。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 2.01%。 まあゴール条件がなんかあったよね、クッパクラウンに乗ったままゴール、まあそんな感じだろうと思った。でもね、このクッパクラウンに乗ってゴール板のところに行けばもうゴールできるんじゃないのかな。なんでえ、なんでゴールできないね。上からゴールするんじゃないのかな。実はこの壁すり抜けてゴールするみたいな、デカマリオ状態だったらさ、この壁すり抜けてゴールできるじゃん。それと同じシステムみたいな。ちょっとそれでやってってみるね。なんで壁ギリギリまでこの唇クラウンつけてみようか。そしてここで乗り降りをしてみる。そしたら貫通するみたいな。うわ、ダメっぽい、ダメっぽい、跳ね返されちゃうね。じゃあもう上から行くしかないよね。ゴルバの真上から勢いつけて下に降りてってみようか。それでいけるんじゃないか。全然場所が違うよ。もう一回チャンスをちょうだい。次こそしっかりと狙いたいと思います。ここで真上に行く。そして急降下すればゴールボールにいやマジでわからん、どうやってすればいいんだろう。もう残された道は一つ、クッパクラウンが一番下に行った時に乗ってみようか。これでうわむずけ、これでほんといけるのかいける気がしねえ。ただ皆さん思ってることがあると思うんですよ、この壁反ってる意味は何だと。別に反らなくても作り上げることができたんじゃないかただこの壁のおかげですごくサムネ映えがしそうです。どうもありがとう。ちょっとマジで集中していい？そのせいで無言になってしまったら申し訳ありません。これクッパクラウンが一番下に行った時にマリオを下から乗せることができればゴールできるみたいなことだと思うんですけど、難しいよこのコース。本当にこれで合ってるの？不安だよ僕。 LINE で好きな女の子から返信が来ない時ぐらい不安だよ。大丈夫かなみたいな、変なこと送ってないかなみたいな、そんくらいぐらい僕これで合ってるか分かんないんですよ。頼むゴールさせてよクッパクラウンさん。ニヤニヤしてんじゃねー。落ち着け、何が攻略法があるはずだ。一旦ここでマリオを乗り捨てる、マリオじゃねえクッパクラウン乗り捨てる、でバッファージャンプしながら近づいてみようか。それだったらいけるみたいな。やったなるほどね、多分2マス以内のジャンプじゃないとクリアできないっていうことか。いや面白い発想だねこれ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。